今日から俺は決めた。もうな、あいつとは別れることにした。タチウオ、もう別れてくれ。もうな、戻ってこんのならもういい。お前なんか見捨てた。俺はな、タイと結婚する。タイだ。有田美濃島の美さんはな、タチウオからタイに帰るぞって、タクムネは思ったんでございます。っていうのはな、農林水産省の方もな、全国不良問題検討会っていうのを第1回でな、先月ぐらいに開いたらしいわ。っていうのがな、日本列島がおかしいと。黒潮が蛇行しておる、大きく蛇行しておることによってな、本来取れるべきところで取れんようになってしまったと。それはな、剣先イカ、鮭、サーモン、いやサーモンじゃない、サンマ、その3つがな、多く漁獲が減ったらしいわ。でもそれだけじゃない。ハマチがな、ブリがな、九州がメインだったのがな、今や北海道沖でもな、定置網に入るようになったとかな。この間もそうじゃん、石川県の方やったかの、能登半島じゃん、ホタルイカ取る時にな、いっぱい入ったと、網にな、何トンって入ったと思ったらカマスじゃん。今頃カマスが取れたとかな、おかしいとかおっしゃっとった。で、全国的におかしい。だからな、タチウオが取れるのは、美濃島だけがおかしいわけじゃない。とにかく黒潮のせいだ。あいつが悪いんじゃん。だからな、もうな、美濃島はな、もう決めた。いや、美濃島が決めたんじゃなしに、タクムネは思った。もうタチウオはもういい。あいつとは別れる。もうタイと一緒になろう。タイをブランド化しよう。って、タクムネは思った。でもな、タイに関してはな、やっぱり、養殖の技術がすごい上がってな、養殖のタイは美味しくなった。で、天然との違いというのはたくさんある。かなり差があると思う。そらな、天然の美味しいのと養殖の美味しいのを食べたら、そら、天然の美味しいのは美味しい。でもな、天然の美味しくないのもあるわけなんだ。でもな、養殖に関してはな、味が安定しておるわけだ。いつ来てもタイなわけだ。でも天然に関してはな、漁師の扱い方によってもな、違う。氷が効いとるとか、効いてないとかな。あるいは神経締めするとかせんとかな。とにかく扱い方によっても違うわけなんだ。困ったなぁと。たくまでな、船乗っとっても思うよ。食べてもな、美味しい時と美味しくない時もあるわけだ。いつも美味しいわけじゃない。でも養殖はな、いつも安定しとる味なわけだ。だからやっぱりな、最近は養殖のタイには押されとる。でもな、やっぱりこのタチウオが取れん今な、でもう近年取れんけどな、今後もな、取れるような気もせんような気もしてきたの。とにかく全国の海がおかしいらしいわ。身の島で取れんだけでな、他のところではタチウオが取れるだと思うんだ。だからタチウオが消えたわけじゃない、ちょっとどっかに移動したっていう説もある。でそう考えたらな、身の島はな、もうタチウオもいいけどな、タイだ。タイをブランド化しよう。タクオはタイに決めた。決めた、決めた、お前に決めた、タイよっていうことでな、タクオはタイになったと。どうでしょうか。まずね、やっぱり不良問題検討会っていうのを農水省が開いたっていうのを聞いてな、和歌山県有田美濃島もな、それをな、今からじゃあ対応なんとかしようというふうに対応するのがいいんではないでしょうかと。たくむね、そういえな、刈谷漁協のな、漁師さんに聞いたことがあってな、淡路島の方じゃ、ハモをブランド化で成功した方に聞いたわけじゃ。どうしてハモをブランド化したんですかって聞いたらな、いやいや、そうじゃらしいな、10年ぐらい前にな、ハモが急に多く増え出したと。すごく取れるようになったとおっしゃっとった。なるほど。取れるようになったからそれをブランド化にしたわけだと。そういうことかと。取れる魚をブランド化したら、よう受け取っても値段がいいわけなんだ。なるほどと思ったわけじゃ。っていうことでな、美濃島は今とにかく今年だけなんかもわかんねえ。でもな、タイが多い。タイが多いぞ。皆さん、浜の打たせに来たタイを食べてくれ。タチウオもいいけどな、タイだ。暴れん坊タクムネ、タイをよろしく。ではね、バイ。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。暴れん坊タクムネでございます。よかったらこのタクムネと書いた丸いボタンを押してください。今日もゆくゆく暴れん坊タクムネ、海上安全、大量満足。では登録よろしく。